4台のトレーラーの攻略法です。今回は、戦わずにトレーラー2台を奪い去っていく攻略手順でいきます。まず始まったら、塀を越えて裏手の敷地にある空いているトレーラーヘッドを奪って、それで現地へ向かいます。これは、鍵が開いている、いわゆるこのミッション用に置かれているトレーラーヘッドなので、遠慮しないで使わせていただきましょう。空き地へ着いたら、トレーラーヘッドを反転して、バックで敷地内へ突っ込んでいきます。脱水し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 ます。敵は反応しないので、安心して大丈夫です。そして、トレーラーと接触する寸前のところで車を止めて、まずは中央にいる敵を一人倒します。それから、トレーラーを繋いで、一旦出ると見せかけておいてここでトレーラーを外しておきます。そして、すかさず2台目を取りに行きます。実は、この2台目の方から先に運びます。こうすることで、先に半分だけ出しておいたトレーラーの方を、後から運び出しやすくすることができます。そして、より安全に行くために、向かい側の敷地内を通って倉庫へと向かいます。こうすることで、敵に無駄に撃たれなくなるほか、まだスピードが乗り切らないうちに、増援の敵車両に攻撃される危険がなくなります。最初に運び出そうとした方のトレーラーを、敷地のゲートのところに挟むような格好で置いておいたのは、増援の敵車両や一般車両がトレーラーに追突して、横転させてしまうことを防ぐ目的があります。割と起きやすい横転事故なので、しっかりとやっておく必要があります。特に、取りに行く際に、敵車両が近くに迫ってきていて、そのままの勢いでトレーラーに突っ込んで横転させてしまう、ということが起こる可能性があります。倉庫へは、縁石の切れ目から、裏手から侵入していきます。ここは、敵が出ないので安心できますが、細い道を曲がるときに、角で変な風にぶつかってトレーラーが外れて終了、という危険もあるので、そのあたりは気をつけて進む必要があります。そして、1台目を届けたら、そのまま2台目を取りに行きます。ちなみに、ここ、中途半端なスピードで下に飛び降りると、縁石が車体の中央に入ってしまい、タイヤが浮く格好になって、どうにも動けなくなってしまうので、ある程度勢いよく飛び降りるということを心がけていきます。ここは、逆走していくので、対向車とぶつからないように注意をします。運が良ければ、敵車両が二度と湧かなくなるという現象が発生しますが、このミッションにおいてはあまり期待できません。なので、この情報は忘れてしまっても構わないというような感じです。そして、敵車両と一定以上の距離を保てていることを確認しながら、2台目のトレーラーへと近づいていきます。2台目を取りに行く際、敷地にいる敵たちに多少撃たれますが、ここでは体力保持よりスピード優先です。ということで、このように普通に道路を走っていきます。そして、敵の車両が近くにいないことを確認してから、トレーラーを連結します。あまりにも近くに敵の車両が迫っている場合は、一旦距離を取るように、ぐるっと周囲を回ってから来ることをお勧めします。そして、2台目も同じように、向かい側の敷地を通って、倉庫へと向かっていきます。今ぶつかった左手の植木ですが、あれは、プレステ、3番では見せかけだけで当たり判定はないので、そちらでプレイしている場合は気にせずスピードを出して通り抜けることができます。しかし、プレステ、4番とパソコン版の場合は、当たり判定があるので、それなりにスピードを落として運転していくことをお勧めします。話は変わりますが、プレステ、5でも GTA5 が遊べるという発表がありましたね。とんでもない化け物ソフトになりました。ハゲ的な要望としては、GTA6 が出るのであれば、独立して出るのではなく、GTA5 のマップにくっつける、広げる、
という形で出してほしいと思っています。ストーリーや登場人物がリンクするかどうかはどちらでも良いのですが、とりあえずこの GTA 5の魅力的なマップは、そのまま遊び続けたいという思いがあるので、それに増設するという形で出してくれることを願っています。ということで、これでミッションクリアになります。ご視聴ありがとうございました。